第六章刺激的烈酒。轮回流转，再次重回过去时间的亚瑞扎特于酒馆的吧台前醒了过来。所以咧，我们要再看一次吗？やはり、そいつが聞かねってどんな体してんだよ。他已经喝太多次。哎，等等，他喝的，他这个肚子会记忆啊？他身体会记忆吗？太扯了吧！信じまうよ、普通は。还是啊，我不知道，有点神奇。そんなこともあった。あんたと話してるとずっと煙に巻かれてるみたいだぜ。俺の眼前も似たようなものさ。すべては煙の中。何一つ見えやしない。掴んだとそう勘違いしたこともあった。終わることのない。それ以上飲んでも。老板已经受不了他，说又在那边乱讲那些我听不懂的话了。哟，兄さん。うちの連れがうるさくてすまないな。又来又来。さっきから見てりゃ随分といける口みたいじゃないか。この色が好ましいのでね。看起来就很像跟酒、跟血一样。血を見るのが趣味だ。うなずけるな。それしか脳がないだけさ。おい、さっきから聞いてりゃこの方が誰か知ってんのか。囲まれて、はべらせて、それでいて。这是德莱克正传的剧情吗？ドラーク、君はどこまでも孤独だ。あるいは、俺のように。如果是正确的剧情的话，他会跟人说你的愤怒是向内的。おいおい、よせよ。あんま脅かすもんじゃねえって。なあ、兄さん。この目があんたの背中を舐めてたの、分かってたんだろ？なのに挨拶もねえってのはいただけねえな。ドラゴニュート族の神器かね。俺のルールだ。釣れないね。そんな態度取っちまうと釣れが騒がしくなるぜ。やれやれ。やれやれ。こちらはあまり。难怪这次剧情出那么快，他都是一样的文本。父子天上，大家最爱了，大学生最爱。そう伝えたところで分かりはしないだろうが、飲み比べの方が愉快なのだがね。なんだ、やっぱ酔ってんのか。顔に出ないたちと見える。その綺麗な面に血を見せてやるよ。哦，然后他就砍爆了这两个妹子。たわむれだ。OK。この世界はすべて。噔。戯れだ。この世界はすべて。ドラゴニュート族、なめんな。一飞超二飞二飞三飞，不要我找他那几张。有哎、欸，太强了吧！ゆえなき攻めく。ドラゴニュート族が最強。为什么他叫做鱼丸？因为他的日文发音很像鱼丸。就是这样。ケアブリチケブリタカブルマ。他竟然就叫鱼丸，鱼丸，鱼丸，就鱼丸。哎、欸，是这样吗？好像差不多。おしまい持ち足。うわ！呀！无敌了，无敌了啦！波塞顿也没用啊，我真的就恶魔突袭了。四倍直接六攻击是走脸，加上血色圆舞曲，还不花进化点。哇，太准了吧！这到底怎样？我が胸に燃ゆる怒りを力に変えて。もう十分だ。ゆえん。試してやろう。漂亮。え、还有补血。さあ、落ちな。今
不管他凶了，下去吧。引き上げるわよ。叮叮。わびしく、むなしい。秒杀。へえ、それなりに腕は立つみたいだな。特筆するほどではない。違うかね。あ？ドラゴニュート族からすれば世界は二分。餌か。餌は食らわず骨までしゃぶる。俺たちの何を知っている？你要当我没什么了？我懂什么啊？你觉得我什么都不懂？我只是一路看过来罢了。見てきて、眺めて。さて、つかしてんね。ドラーク、気安く呼ぶな。君の怒りは外側に向けたものではない。存在于内侧。只要你无法察觉这一点，你就绝对得不到救赎。好，接下来就接到德莱克的那个剧情了。君とソーラを交えたこともあった。君とさ、俺には。兄さん、アルザード。アルザードね。邪魔したな。他们就默默站起来，就回去了。夜道に気をつけろよ。おいおいあんた、相手はあのドラークさんだぜ。並んでブラッドショットを飲んだ。あ、あ？本当さ、鮮明に思い出せるよ。ああ、もういい、十分だ。そうか、兄さんが化け物だってのは眺めてりゃ分かることだったけどよ。にしても強すぎるだろ。あー聞いた、飲み比べで負けたのは初めてだぜ。太会喝了吧。悪くない出来事だった。あんたやっぱり酔ってるよ。さてな。あんたドラークさんの知り合いだったってのかよ。彼にとっては俺は何者でもない。暗黑之王制造出来的。ただ所以有些人可能觉得不会可惜。耳をつんざく規制を上げた。只要去修人最初就不会有这世界，只要这样想就好。俺にとっての彼は。就是艾莎，艾莎，亚历莎不要被拿到那个身体就可以了。時に手を取り合い、時に殺し合って。もう頭の中が汚れてしまっている。瞳のガラスが曇っているんだ。まともに顔なんて見れない。どう見ればいいかわからない。彼が味方だったのか敵だったのか、一つだけわかることがあるとするならば、俺は彼と拳を交わすより酒を酌み交わす方が好みだよ。あんたの話を聞いてるとこっちまでおかしくなっちまいそうだよ。太郎な。これで最後にしとく。ああ。最後の一杯だ。そろそろ頃合いか。他接下来要遇到月印吧。没有啊，是要被包围。言っとくが。逃げ出そうがな。そのつもりはない。分かってんじゃねえか。ドラークも。はあ？奴と手を取り合った時、彼にとって君たちは、彼は君たち一人一人の名を分かる。それがどうしたってんだよ。どうもしないさ。俺には関係のないことだ。伙伴之間的情怀。彼が生きようと死のうと、君たちがどうなろうと俺には関係がない。因为他是扫帚，太疏远他了。莱克最不喜欢这样。やつが、和阶级的做事。キツネが、刀が、俺を覚えていたこともあった。そんな巡り合わせもあった。他也知道那个是刀哎，無駄だ。那把是一只刀。無駄なんだよ。だから一つだけ、やつをドラークと呼んでやれ。ただ。一度だけで構わない。もういい。まあいい。では諸君、また会おう。また会おう。哇，直接干预给他们打哎，然后就再一次轮回了。是怎样啦？他已经完全放弃挣扎了。第七章最后的杯酌，
鸟一宅他再次回到重生的重回过去的时间，彷徨于世界。而这次在他面前现身的是癫狂的行斩的月影。哦，这边是不是也是要莫名其妙被干掉？我记得他也是遇到月影，然后月影还帮他刻个字，超过分。幼き頃、愛すべきすべては死んだ。だが、俺の胸には誓いがあった。再び闇に舞い降りるための覚悟があった。今はもう違う。今の俺は、もう。下一单卡包叫做勒比如的旋风二，然后就会出了各式各样载具的卡，那那些载具就是二飞二二的从者叫出金色二轮车，二飞二二的叫出金色骏马，然后叫出金色装甲车。哎呀，酔った勢いっていうか、ギドさんに歯向かうつもりじゃ。今回は狂眼の乱か。ここで九尾の王を助けなければ。就会变成复活挑战暗黑之王，然后败北于毁灭。我记得是这样的发展才对。暗黒の王へ挑み、九尾の狐が破滅した後は、人狼族とドラゴニュー族。狼人跟龙人族会展开全面的战争，妖魔也参战，然后所有人都倒下，为了啥就灭亡。那暗黑之王呢？他也是因为肉体不在，然后就崩溃了，结束了吗？そう仕向けられているかのようだ。まあ、構わん。構わん。次にたゆたう場所を探すと。あんたさん、何してるんだい？あ、ゆい、ゆい。そうか。こんな人気のないとこ。ここは行き止め。なんだ？抜き身の刃。塗りたくったような鮮血の香り。君の名は、何だったか。ん？知り合いだったかね。にしては傷一つないが。まあいいやな。あらら、思ってたよりもずっとぬるいね。鋭く凶暴な刃、触れたものすべて食らう牙。いつどこで変わる変わる敵だ味方だ。我觉得如果再跟继续要这样买的话，最扯就是他这边就不讲了，让亚里莎就困在这边，然后变成直接讲另外一个了，讲艾迪卡的故事，然后艾迪卡要跑到这边来拯救亚里莎之类的，然后都一个。私も嫌いじゃないさね。あんたさ、面白いと思うんだよ。期待に応えよう。期待に応えよう。君は変わらんな。あんたさん、面白いと思うんだよ。好的，我们找碑文。哎，还有几件，那我怎么都找到啊？奇怪，太夸张了吧！啊，拉到了。ゆえなき攻めく。この子たちの声が聞こえる。私が目標をあげましょう。ゆえなき攻めく。我猜弗洛杰是想看到的是世界线，应该是艾希彻底死去，而不是夺走别人身体。因为艾希的死去其实代表这个世界最后一位神的死去，而之后这个世界不再被神所支配。拖我们八个弟兄，先整其他人，讲完之后再来讲艾希一点的名字啊。赞赞。啊！不管了，打头。煉獄の幕。不对，不对，不对，这是害我自己。ごめんなさい。好。我靠！你怎么有这招？おいでませ。そっ首くださいね。我靠！我是杰布斯大师的稿子。煉獄。哇，太强了吧！
が胸に燃ゆる怒りを。我觉得我需要几个场。十分だ。隔絶されし脆弱なる者どもめ。我需要几个场吗？飛ばしる鳥蹴り。啊，如果要换就是用这只换了。对吗？合理，那就跟我撞他一样。我靠，这是什么体质？好好。然后洗牌。認知にしてやる。これが望みか。あいつ。来よ、俺が温まってきた。耶、yeah, ，我们有第二张碑文了。この子たちの声が聞こえる。非常完美。蹴破り、突き破り、高ぶるわ。飛ばしる、飛び蹴り。应该不会死。ゆえなき攻めく。下一回合他就完蛋了。罗拉罗拉成功。つまらん命乞いで。晚上好。おっと、本日もう一組だ。おしまいの中止。结束。我看好大恶魔欸。那当然秀一手大恶魔啦。どうか兄貴を少しでも私の苦しみ情けもしてやるぞ。なんだ同類か。近期的 SB 营收真的很不尽理想，如果 Seconds 不做 SB 什么重大改革的话，可能撑不到我们主线结局。但其实我觉得，凭鸟老实讲，我觉得 Seconds 的这个主线剧情的经费原本就没有太多，就是成本没有花太多，我都觉得他可以做得更好。当然这样也没有必要，因为毕竟是这个是老游戏，不符合经济效益。因为表现方式就是用例会啊，然后去动嘴啊，然后动眼睛，然后这样抖动啊，跪坐啊，就这样。なぜか血の匂いがする。濃い匂い。血をすする者同士感じるのか。全く厄介なことだな。染みついて離れんのさ。はあ。他要被末世死化妆了吗？使い方を考えた方がいい。思い出した。おや、どこでその名を？何度か君と死力を尽くして打ち合ったことがあった。そんなことは？君が何者なのかは思い出せんな。私は私、たった一振りの私だ。まあ、その身の匂いどうにも気に入った。だからちょいと気が乗った。あんたさん、お名前は？墓標を作って差し上げましょう。SB 自走機吗？その時。アルサード。良きかな。では、美しく死んでくださいな。はあ。其实如果他真的要做稍微好一点点就好，就是让月印跟圣井最后的决战有一小点的动画演示，让他们末世死化妆跟现世生化妆直接一个对决，一小一点点就好了。送るは危険、ご将来、マス死にげしょ。来了来了，咻！比比鸟使用飞天。綺麗に咲いた。しかし大したもんですよ。あんたさん、死ぬ前に私の目を見たのはあんたさんが初めてだ。面白い、実に面白い。それじゃあ失礼しますよ。そろそろふぬけの陽炎が決意を固めてくるだろうか。え、没有帮他刻字吗？我怎么记得他要帮他刻字。これは月影、すみません。そうか、マッセ死にげしょ。その完全就是靠亚历扎特的牺牲才让圣井可以打赢月印。赞赞。アルザードさん、あなたのおかげで準備が整いました。必ず奴を打ち果たします。
ですからどうか安らか。GG。第八章，永恒的血红裂点。在永恒的轮回中，亚瑞扎特摸索了所有的手段，并且不停地挑战黑暗黑之王，但无论怎么做都无法打倒他。即使时间不断地回溯，不知从何时开始，亚瑞扎特便放弃了一切。即使可以让你重复一直独挡好了，你能打赢他的几率有可能是几兆分之一，那你会去试那几兆次吗？试那种各种不同的方法，而且你还有可能会试到成重复的，就是这种感觉。父母の敵を討つために、暗黒の王を倒すために、なすべきことをすべてなした。ドラゴニュート族の長を首で殺し、九尾を貫いた月影と名乗る男を切り刻み。他其实也打得音乐硬嘛，只是他放弃治疗。だが、どのようにもがきあがいても、俺はどこかで必ず倒れた。倒れずとも、暗黒の王には勝てなかった。繰り返せば繰り返すほど、惑い迷った。霧に包まれたようにさまよった。そして余計なものばかり見た。ギドは粗暴な人狼だ。しかし群れを愛し、群れの存続に命を懸ける男だった。ドラークは獰猛なドラゴンニュートだ。しかし定めに縛られているだけで、大家都是好人、为什么要这样呢？我要砍那么多好人。石化は愚かなキュービだ。しかしその心は清らかであり、カゲロウは奇妙な霊体だ。しかしその眼差しは穏やかで、月影は恐ろしい殺人剣だ。しかしそのあり方は軽やかで、暗黒の王を倒すには彼らの血を飲まねばならない。だが繰り返し繰り返すうちに、俺の心はすり減った。我脑中想到一个梗图，就是他已经ドラゴニュート族の躺在那个沙发上，然后酒瓶放在旁边了。他肚子很大，这样。奴の翼を裂いた。已经放弃了。己が矮小な獣になったように感じた。キュービ、セッ。不要，不要进去！不，你真的插死他了。命乞いをするあの娘を切った時には、あの暴揚とした男。你也会现世生化妆吗？命を奪い去るのは苦労した。故に死闘の果ての虚しさは、思考啊，雪花，思考。知らずにいられたら、俺はまだまだきっと愚者としてもがきあがいていただろう。あやめて食らって力を振るおうと、暗黒の王は殺せなかった。ある時は彼らそれぞれと共闘した。心を通わせ、力を合わせ、暗黒の王へと挑んだ。ある時は一人で逃げた。だが全ては同じこと。身体已经满是破洞了。死のうと生きようと、どこに行こうと、何、暗黒の王は倒せない。そして俺は再び目覚める。全ては、全ては、不会这边就断了吧？無駄だ。这不是最后了吗？最后一章了吗？何度目からか、剣を掴む手で透明なグラスを。原本还握着剑的手已经开始拿起了透明的酒杯，血を飲み干す口で开始灌醉自己了，已经不管这世界了。随便啦，怎样都好。酒すら俺を抱くことはなくなり、俺はこの世界に十二分に空いた。そして俺はただ全てを手放した。我停止了思考。できぬままに生きることも死ぬことすらもできぬままに。
死ぬものかというあの日の誓いは殺してくれという悲鳴に変わった。世界よ、今一度問わせてくれ。狂っているのはお前か、それとも俺か。どれほど俺は繰り返す、どれほど俺は倒れ伏す。もういい、もういい。いつ終わる、いつ終わるんだ。なぜだ、なぜ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 だ。どうしてこんなことになった。欸，真的会把人逼疯了。俺は、俺は、如果你真的永远都在做一些徒劳的事情，你真的完全不想要懂了。何もかも全て惨めに這いつくばり、縮こまって逃げ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 て、たった一人で恥を浴び続けて。なぜ、どうしてこんな運命をたどる。你有听说过有个名词叫做狗屎工作吗？或狗屁工作？就是那个工作，就是派你去做一些无意义的事情，然后你只是重复一直在做某些事情，但是他对社会真的很影响，那种感觉才是真的让你逼，就会把你逼死。比如说好，你早上就是负责把沙包从左边搬到右边，右边搬到左边，然后你要搬100趟，然后没有任何意义，就是这样。いっそ全てを忘却できればどれほどいいだろう。皆のように生命を謳歌できるのならどれほど楽だろう。叫んだこともあった、しかしもう声さえ枯れた。嘆いたこともあった、しかしもう涙は枯れた。皮笑啦，もう何も、其实好多，何も俺がなせることはない。それどころか、你做的事情都得不到任何的回馈，不管是好的还是坏的。那是的，吕林有在突破啊，所以他有回馈啊，所以他才没有疯掉啊。他就当他一直突破不了时，那段会小疯掉。どうしてこうなった？その問いに意味がありますか？お前は俺と同じなのだろう。このウェルサの外に位置するもの、もう、もう十分だ。痛みも苦しみも十分だ。君は感じないのか、孤独を。会不会对他来讲，根本就是还在同一个世界，还有没差。そうですね。忘れちゃったみたいですから、また答えてあげましょうか。親指と人差し指で輪を作る。あなたの輪廻はこれくらい。轮回的范围只是拇指跟食指。私の輪廻は右手と左手。右手相接，哇，这差很多。輪と同じ。痛いとか苦しいとか孤独。他说你才这样一点点，居然说你痛苦。我轮回那么大圈。弱い、弱い限り。ゆりかごは壊せない。翼持つ青年の行く末も、尾を揺らす少女の結末も、血をすするあなたの輪廻も、まあ無意味だから肩の力を抜いてください。你就放轻松一点啦，随便啦。超想打他，欸，对，打他就对了，吃他，吃他。どうぞ、なんなりと。俺は視力を尽くし、この先を見たことがあるか。ありません。まったく。ありません。本当にこの世界はどこまでも、どこまでも、どこまでも。最後は干掉自己。目が覚めたかいお客さん。気分はどうだい？最悪だ。啊，又回来了，知道在干嘛？第九章再度走向黑暗。不过，其实对于存活在威尔萨的人们所展现出的仁义、尊严、觉悟以及达观，都全都一笑置之，并表示无趣，是吧？结束了，没了，这都是一样的了。新たなるも繰り返す。
目つかみ取っても仕方ないですよ。仁義、矜持、覚悟も抵抗すべてに投げかわしなんて。それでも続けなくねくさ、うん、この世界の守護どうしてだと思い、何時到底是谁会打破这个轮回？我觉得啦，最终章一定要有个主角进来。可是那个主角进来，他是几岁呢？对啊，他们跳时间会影响他的时间线吗？跳世界。如果真的再一次主角群诞生的话，那会不会是一个很老的老太婆伊丽丝之类的？我不知道。有叔已经变成有阿公了。この世界は私の領域です。你知道靠亚历山吗？亚历山那个把肉体抢回来吗？あなたたちは決して有那么瞎吗？应该我觉得要靠外力。携帯の器よ。还是需要一点外力。な我は管理者。所以艾莉卡我觉得最有可能。素晴らしいことじゃないですか。百合情。私も安寧が大好きですよ。对啊，有叔不会老。過ぎれば退屈ですけどね。对，没错。さて、什么龙纹进来了？龙纹如果进来，就会变成一只真正的龙了。然后还有这个命运的子弹啊，至今还把这个伏笔藏在这里。可是啊，这么讲的话，说不定亚里莎当初啊被附身，依旧已经是打破了轮回。说不定弗洛迪斯当时就是看着勒比多的旋风一直重复的崩坏，然后终于出现了亚里莎，然后打破了轮回，但是又跑出了另外一个世界在轮回，所以他在看的轮回比较大，等于说要每一次都要等待某一个人进来，然后打破这个轮回，就是在等，等爆。怎么啊，浩浩荡荡怎么写啊，好难哦，超绝望的欸。他们四个合作感觉也打不赢黑暗之王，是吧？不太可能。好啦，那我觉得亚历扎特的这个剧情啊真的是非常的悲伤，他就是完全已经被逼疯了，你做什么事都徒劳无功，你就会有这样的感觉，很痛苦。我觉得你就算再做一些再难的任务，或者是你再做一些很烦的事情，最终你还是会有完成那一天，而完成那一刻啊，就是你觉得哦，一切都值得的那一刻。而亚历扎特在做的事情，就是永无止境，永无止境，而且是超级无意义，就是一直重复啊，比如说我重复的倒水、装水、倒水，两个瓶子一直互相倒水，一直倒水，然后每天都要倒10000次，就上司规定你每天倒10000次，那你不会知道你在干嘛。已经放弃思考，永远都在讲，连酒都喝到没味道啊！有够惨。不知道他们世界有没有那种，可以玩的场所啊？感觉不错，可以先跑过去。486还有那个乐乐可以陪他。好啦，那么今天晚上的暗黑的威尔萨的亚历扎特篇就先玩到这边了。如果喜欢我直播，欢迎订阅、订阅、订阅、旁边一个铃铛，可以追踪最新的影片动态喽。那就这样啦，大家拜拜。